歌川イ院、百種階段妖物総録より、そこや目谷の赤かつて、鳥山石炎、ガト百鬼夜行より、赤かつて、水木しげるロードに設置されている、赤なめのブロンズ像赤かつては、鳥山石炎による、江戸時代の妖怪画集、ガト百鬼夜行などにある日本の妖怪。風呂桶や風呂に溜まった赤を舐め食うとされる。古典の妖怪画のガトでは、 足に鍵爪を持つ残切り頭の童子が、風呂場のそばで長い舌を出した姿で描かれている。解説文が一切ないため、どのような妖怪を意図して描かれたものかは推測の、息を出ないが、江戸時代の怪談本、古今百物語評判には、赤ねぶりという妖怪の記述があり、赤かつてはこの赤ねぶりを描いたものと推測されている。古今百物語評判によれば、 赤ネブリとは古い風呂屋に住む化け物であり、荒れた屋敷などに潜んでいると言われる。当時の科学知識によれば、魚が水から生まれて水を口にし、白身が汚れから生じてその汚れを食べるように、あらゆる生物はそれが生じた場所にあるものを食べることから、赤ネブリはゴミや赤の木が集まった場所から変化して生まれたものであり、赤を舐めて生きるものとされている。 昭和、平成以降の妖怪関連の書籍では、赤かつてもこの赤ねぶりと同様に解釈されている。その解釈によれば、赤かつては古びた風呂屋や荒れた屋敷に住む妖怪であり、人が寝静まった夜に侵入して、風呂場や風呂桶などに付着した赤を長い舌で舐めるとされる。赤を舐める以外には何もしないが、当時の人々は、妖怪が現れるだけでも気持ち悪く感じるので、 赤かつてが風呂場に来ないよう、普段から風呂場や風呂桶をきれいに洗い、赤をためないように心がけていたという。赤かつての正体を見た者はいないが、名前の赤からの連想で赤い顔、または全身が赤いとも言われる。また、赤には心の汚れや煩悩、余分なものという意味もあることから、風呂を清潔にしておくというだけではなく、汚れを身に溜め込んではいけないという教訓も含まれて、 いるとの説もある。ありがとうございます。